緊急事態宣言中の2020年5月、感染症対策で面会は1日2時間、両親のみと限られた新生児集中治療室 NICU では、ご機嫌直してください、ことさん。はいはい、かしらね。赤ちゃんを抱いて NICU を後にする家族の姿がありました。この日退院した木杉琴ちゃん、生後2ヶ月。6000人に1人と言われる染色体異常の難病を抱えています。根本的な治療は難しく、生まれたばかりの頃は命が危ない時期も。容体が安定した時、両親は一緒に過ごす時間を増やそうと在宅医療という道を選びました。退院直前の最後の先生からの説明では、やっぱり1年難しいかなっていうことだったんですけど、コロナのこともあって2時間しかそばにいてあげられないんだったら、やっぱりクオリティオブライフじゃないですけど、家族で最後までそばにいてあげたいなと思って、いろんな景色見せてあげたりして、今のね、時間を大切にしたいなと思います。退院から2ヶ月お待たせしました。よろしくお願いします。どうぞって。生後4ヶ月を迎えた琴ちゃんは、横須賀市内の自宅で家族3人で暮らしていました。ニコニコって移動して、表情が豊かになった琴ちゃん。しかし体重は退院した時と同じ2000グラムのままです。心不全の症状が出ちゃったので、先生にお話聞いたら、ちょっと水分を減らして心臓の負担を取ってあげなきゃいけないって言われて、で要は水分減らすってイコールミルクの量を減らす、で利尿剤を使っておしっこを出すってことで、今日のミルクの味は悪くなさそうだね。気に入らない時は本当にペッてやるからね。うん、赤ちゃん、こっちゃんの木、元気だよ。こっちゃんの木なんですか？なんか勝手にこう赤ちゃん授かるといいなと思って、飼って育てて実がなったらなんか嬉しいなみたいな気持ちでね。じゃあレモンなったね、こっちゃん。もったいなくて収穫できないの、お母さん。あと暑いね。7月ですよ。4ヶ月経ちましたよ。ね、お出かけできないからベランダで許してね。実は木杉さん夫婦は7年間の妊活と不妊治療の末に体外受精で琴ちゃんを授かりました。病院に行ってそういう治療を受ければ授かれると思ってたけど、まず最初の段階では授かれなくて、もう一個踏み込んだ治療に行けば授かれると思って踏み込んだら、やっぱりそれでもダメで、そんなことしなくても授かれる人いるのになとか、やっぱり常々思って。それは
長い道のりでした。名前に込めたのは二人にとっての光という思い。授かったこの子はもう何があってもまず主人に抱っこさせてあげたいっていうその気持ちで妊娠期間中を過ごしていった気がします、今思えば。しかし妊娠5ヶ月の時に異変が。で、安定期過ぎてよかったよかったって思ってたけどね、その心臓の検査でまず異常がありましたっていうことだったんで、精密検査の結果は遺伝子の疾患。生まれてこられる可能性すら高くはないと知らされました。あ、なんか一番そうあってほしくなかった結果だったんだなって、うんうん、もう遺伝的なものだから手の打ちようがないからそれだけは嫌だなって思ってたんですけど、ちょっとそれを受け止めるのはちょっと大変だった、ね、うん、そうだね。妊娠が分かった時から比べるとすごい複雑だけど、でも頑張ってくれてるならよかったねっていう気持ちにはなれるかなと思いますね。待望の第一子です。退院してから夜中に呼吸が苦しそうで救急外来に駆けつけた日もありました。両親が命綱となる在宅医療では心配事が尽きず眠れない日が続きます。咀嚼する力も弱いんで、たまにやっぱ吐いちゃったりするとそこでむせちゃうっていうか、そのすごくね、血はのぜ気味になっちゃってるのかなっていう、顔がちょっと紫っぽくなったりしてるのを見てたりすると、うん、かわいそうだし、どうなんか自分たちだとこうあやしてあげるとかトントンしてね、こうゲップさせてあげるようにするとかしかできないから、現時点で悪くなった時に私たちがどういう行動を取るのかっていうのはやっぱりあらかじめ決めとかないと、いざという時に踏み出せないのは先生もね言ってて、まあ、確かにその通りだなって思って、でもやっぱり目の前で頑張ってることを見ると亡くなることを考えるのがなんか、なんだろう、なんか理不尽だなっていうか、なんでそんなこと考えなきゃいけないんだろうみたいな、普通の子だったら考えなくていいのになっていう。そうだね、なかなかどこまでね体調が戻るかとかもわからないんで、なんかどこまで行った時が本当に危ないのかなっていうのは、うん、その時にならないとわかんないのかなと思うんですよね。それでもかけがえのない日々を選び笑顔で過ごす両親、そんな二人の思いを医師たちも大切にしています。やっぱ集中治療って先を目指すために今ちょっと我慢っていう医療になってしまうので、もしかしたら時間に限りがあるかもしれないお子さんだったとしたら、健康管理はしっかりしながら、それでもやっぱり、毎日毎日生きてるっていうことをね、お父さんとお母さんと一緒に喜びながら、今を大事にする医療っていうのもあっていいと思うんですよね。